今回のゲストは人気声優のこの方に来ていただきました。黒崎一護、死神代行だ。森田正和です。よろしくお願いします。嬉しい。お願いいたします。森田さん、ありがとうございます。いや、本当にすいません、お呼びいただいて。いやいや。さあ、そして今回進行のお手伝いをしてくれるのは、なんと、あの大スター、市原隼人さんです。はぁ、甲子園行ってんだ。俺、声優なんですけど。土屋島です。よろしくお願いします。正面でもう一回見せてもらっていい？ルーキーズの市原隼人さんで、目と眉毛の関係性、はい、あ、似てる。ありがとうございます。これが YouTube のショーツで何百万再生って回ったんですよ。めっちゃすごい。今この瞬間この番組はバズってるよ。本当ですか？ちわちわしゅんちきです。オニフェス、今回は世界中で人気のファイナルファンタジー10、普通じゃない収録の裏側とは。ちらっと聞いたのは100人ぐらいも受けてると。だけど全然その決まんないんで、その時オーディションだと思ってないから、うん、その前の時間友達と普通にゃーそれでティーダの構えがこんな感じ。それそれそれじゃあ本編スタートです。声優イベント第2弾開催を目指す「おねだり声優フェス」。まあそれこそ今、はい、いちごのセリフをやってくださいましたけれども、最近だと、はい、森田さんと僕はブリーチの方の、はい、セネケ戦の方で共演させていただいて、はい、まあいずれね、はい、こう黒崎とも戦 う, そうです、ね、僕はアスキンという役をやらさせていただいてるんですけれども、はい、本当に僕がデビューし始めの頃に「金色の頃だ」という作品で、まだほんと10代のもうペーペーもペーペーの頃に割とそのイベントとかで共演させていただいて、ここのその出会いというか共演みたいなものはイベントですよね。 K というアニメの。ああ、 K ね。はいはい、 K か。そうなんですよ。もう2018年とかになるんで。あ、もう遠い昔の話。江戸時代ぐらいの話。江戸時代。そこまでじゃないですか。そこまでじゃないですか。まずは最初、僕がぜひ聞きたい企画をやらせていただきます。はい、題して出会えてよかったアニメ大賞。これ聞きたい。いや、まずはこちらをご覧ください。はい、うん、はい、すごい。森田さんの主なアニメ作品。僕ですかこれ。年表一発目から森田さん以外いないです。僕ですよ。あ、僕でした。主人公もやっぱり多いですよね。ありがたいですよね。声優歴24年で数々の人気アニメに出演している森田さんに、出会えてよかったアニメ作品を部門ごとアワード風に自ら発表してもらう企画です。その制作秘話や裏話も聞いてしまおうと思います。はい、人生を変えてくれた作品賞は、ファイナルファンタジー10。リーダー、リーダー、最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。声優としてのデビュー作でもある。そうですね。すごいな。もう FF で僕もファイナルファンタジーさ、うん、大好きで、はい、やっぱり何度も言われてるのはやっぱ FF シリーズの中で一番泣けるとか、ドラマチックであったりとかっていうところで、はい、2001年ですか。そうです。プレイステーション2専用ソフトとして発売をされた、はい、しかも FF シリーズで初めてキャラクターボイスが採用されたというところで、初めてなんです、全世界で累計2000万本以上の2000万本。いや、もうお客さんありがとうございます。すごい。ティーダは、要するにその CG の 3D のグラフィックってことで、うんうん、モーションキャプチャーをまず担当されてたっていうことですね。そうです、そうです。で、この FF シリーズに関しては僕 FF8、 これがね、FF シリーズで初めてモーションキャプチャーを導入した作品なんですよ。あ、その8からなんですね、うん、でゲーム界でもモーションキャプチャーってまだこの時黎明期の頃で新しい技術だったんです、うんうんうん、でその時にこのモーションキャプチャーアクターとして、選ばれてオーディション、はい、これもオーディションだったんですけど、モーションキャプチャーのオーディションがあったんですか。その時僕はNHK で普通に役者をやってたので、はい、それでここのオーディションを受けて、で受かったのがゼルディーンだったんです。
ですよね。でモーションキャプチャーをゼル完全に担当だゼル担当です、そうなんだ、はい、ゼルドが森田さんなんだって、はい、いやじゃあ実際そのちょっと聞いてるだけだと俺みたいなモーキャプ初心者はどういう感じかイメージできないので、はい、ちょっとなんか分かりやすい動きとかなんかあればちょっと見せていただけませんか。そうですね、ちょっとあの場所がないのであれなんですけど、はい、ファイナルファンタジー10をやってた方はきっとすぐ分かると思うんですけど、はい、ティーダの構えですね。ああ構え、ここに、まあ、剣を持ってるんですけど、はい、ティーダの構えがこんな感じ。それそれこれを見ながら選ぶねそうですここからまあ攻撃をバッとしてその後ちょっと今あれなんですけど、ここからこれもきっとね覚えてる感じだと思うんですけど、ここからバックステップね、ここからこうなんですよね。ちょっとここからってここからバックステップ、すげえ本当ほぼゲームのまんまって言ったらいいんですけど、ゼルディーンはこういうそれやこういう低い構えではなくて立ち技のこっちだね、立ち技のこっち、軽いなんかフットワーク軽いような形で、こっちから行ってこれで蹴りを出すっていうような感じ。すごい、きっと FF やった方もきっと懐かしいではないでしょうか。いやこれめちゃくちゃ面白かった、ね、モーションキャプチャーアクターからティーダの声に合格したのはこれはオーディションなんですか。これも、はい、この天から声が入りますよってことになって、はあはあ、でだけどそのティーダの声が決まんなかったんですよ、うん、でちょっと聞いたのは100人ぐらいも受けてると、結構受けてる、全然その決まんないん で、はあ、でこれ以上遅れると、うん、作品自体 その発売に関わってくるから先にモーションキャプチャー撮りましょうって、うん、で第1回目のモーションキャプチャー10のモーションキャプチャー撮って、はいはい、で撮ったらその日終わっ収録が終わったら、はい、プロデューサーが森田君ちょっと今度、本社来てって言われて、大きな会議室に通されて、でものすごい距離で言ったら、まあ、この机よりももっとあるもっとなんかすごいなんかこう木のね一枚岩みたいな、うんうんうん、そういうとこにのど真ん中座って、向こうにプロデューサー座ってて、プロデューサーが V 持ってるのこうやって。で持ってて、それでペラ1枚ペッて渡されて、はいこれ喋ってって言われて見たらティーダのセリフだから、あなんか資料かと思って、資料用のやつかと思ってそれを言ったの、たらいいよっつって、で後日声もお願いしますって、まあそれがオーディションだった。だけど僕その時オーディションだと思ってないから、うん、その前の時間友達とボーリングやってたんだよね普通にそれで、あやべえ行かなきゃ、ちょっと行ってくれっ、代わりにやっといてっつって、それで終わってそれ受けて帰ってきて、どうだったの、分かんないっつって、めちゃくちゃのんき、分かんないっつってその裏では後に2000万本ヒットの作品の主人公が生まれようとしてるにもゴーンすごいゴーンっつって、実はこれ言うタイミングないなって思ってたんですけど、僕も実はファイナルファンタジーのモーションキャプチャーやってたんです。わすごい、僕は、ビシリアっていうやつでやってて、僕その時はオーディションじゃなくていろんなキャラクターやってたんですよ。ちょっと今日衝撃で、わお、声優界でモーションキャプチャーやったことある人いたんだ、しかも大先輩っていう。一番最初の頃なんてね、ほとんど裸でやってたんですよ。どういうことですか。こういう服に、うん、まあ、反射板の丸い球体があって、そういうイメージありますね。それで特殊なカメラで360度撮ってるんですけど、はい、それに反射して動きを撮るんだけど、こういう服につけるポイントをつけるとこうやった時にこうかぶっちゃったりとかして撮れないわけですよ、はいはい、正確な体の動きが、はい、なので実際に体にくっつけてたんですよ。だけどつけると外すと、まあかぶれちゃってかぶれちゃって大変になるから、本当素肌に貼ってんだ。僕スポーツ用品店に行って海潜る時のラッシュガードっていうピタッとするのあるじゃない、サーフィンの人が着るやつ、そうピタッとするやつ、あれを買ってきてそこにマジックテープつけて、それでつけてもらうようにしたんですよ。え、ちょっと待って、今がでも そういう形やね、今タイツみたいな、その時に僕作ったんですよ嘘日本のゲーム界とか CG グラフィック界変えてるよ、マジですか。だからその時スタッフに言われたのが、後から言われたのは、これ本当に特許取っとけばよかったねって
いやだ今特許取ってたら、はい、ここにいないもん。いやそんなことないですけど来てくださいよ。むしろスポンサーになってる可能性がある。でも本当そうです、うん、京都、おお竹内くん、おお元気やってる。お土屋くんじゃない。やっちゃって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 好きにやっちゃってみたいな。そうでした。そうなんだ。でそれを受けての点だったんですよ。ブリーチってオーディションだったんですか、うん、いやこれ気になる、ね、その年のやっぱあのオーディションでも巨大作品だったんですよ。どうしても受けたかったにもかかわらず受ける前から終了みたいになってて、いや悔しいですよ。ありますね。かっこいい。かっこいい。ありますね。一本映画いけるわね。さあちなみになんですが我々3人にはですね、はい、実はある共通点があるということだったんですけれども、うん、なんと実は我々、はい、声優アワードの新人男優賞を全員受賞しているんです。おなるほど。すごいセッツ意外な気持ちでいいんだ。うわ森田さんは2006年度の第1回目の時の新人男優賞、はい、これが大体室町時代ぐらいの頃です。いや高野ですどういう時間の感覚で生きてるんですか。織田信長がいた時代です。で僕は2015年度の第10回で、はいはい、10回でおしんしんが20年度の15回というそっか。これって具体的に何の作品の何々役で受賞とかではないじゃないですか。そうね。でもこの時って森田さんは何でもねこの時はねブリーチがやっぱりもう始まってたので、はいはいはい、そこがやっぱ決め手にはなるのかなと思いますけどね。そうなんですね、はい、どうなんですか第1回目まず声優アワードっていうのができんだってところからそうだからよくわからないまま行った感じがする。なんだろうこれ声優アワードなんだろう。人生ほぼ初めてのタキシードなんか来ちゃって。ああでもそっか、うん、そうですよ、ね、声変わるかなって。お二人どうだったんですか声撮った時。僕はアイドルマスターシンデレラガールズのプロデューサーが放映された年だったんで。なるほど。多分もうほぼそれきっかけ でおしんしんはわかんないのよ。あのなんか連絡来て間違いだと思って当時のマネージャーさんに間違いだと思った。いや本当にいや該当する作品ないなって思って、うん、だから絶対間違いだけどもうショック受けたくないから優しくあ多分間違いですよって言っといてくださいって言ったの。聞いたことねえぞ。いや本当もうね素直に喜ぶよなってだよ。すごいな。断れていた。もうもはや何してんの。